今回は自立型の状況判断能力をさらに強化していきましょう。まずはチップを1枚追加します。動作判断チップは磁気が今何の動作をしているかを判断して処理を分岐させるチップです。移動や攻撃はもちろん、今ジャンプ中なのか防御中なのか、果ては被弾状態にあるのかということまで、このチップ1枚で判断することができます。被弾状態というのは、相手の攻撃を受けて機体がバランスを失っているあの状態のことです。この状態にあることが分かったからといって直ちに防御や回避は行えませんが、動作に関係しないチップ、例えばオプション装置の起動などであればすぐに実行することができます。オプション装置の中にはシールドを発生させるような防御に有効なものもあります。被弾して何も行動できないような状況であっても、こうしたオプション装置を使えば被害を最小限に抑えることが可能になります。状況判断つながりでもう一つチップを追加しましょう。時間判断チップは戦闘が始まって何秒経ったか、または終わるまであと何秒かを判断して分岐させるチップです。このチップを使うと、例えば戦闘終了間際になったら残りのミサイルを全弾発射させるなんてことができるようになります。それでは課題ミッションの説明に移ります。今回は自立型 OKE を使ってノーランダー1機とドローン2機を倒してください。今回のノーランダーはロケット弾を搭載しています。格闘だけでなくロケット弾にも注意してください。ドローン2機の方は一切攻撃してきません。ですから戦力的には実質ノーランダー1機と言えなくもないんですけど、実はドローンがいるかどうかで状況が変わってしまう可能性があります。なぜなら相手が1機の時には問題なく動いていたソフトウェアが3機が相手だとうまく働かなくなってしまうことがあるからです。例えば相手に近づくプログラムでは相手の方に旋回するようにチップを並べますよね。相手が右にいれば右旋回、左にいれば左旋回、今まではこれで問題になりませんでした。ところが相手が複数の場合には右にも左にも相手がいる状況が起こり得ます。すると右旋回と左旋回を繰り返してしまい、結局相手に近づけないというような動作不良が起きてしまうんです。このように相手が1機の時は問題ないソフトウェアでも、相手が複数になると不具合が発生する可能性があるのでご注意ください。ちなみにこの例の場合は旋回の判断を行う前に前方に相手がいれば前進の判断を入れてあげれば問題を解消することができます。ご紹介した動作判断チップと時間判断チップは今回の課題クリアに必須というわけではありません。必要ないなと思ったら使わずにクリアしても結構ですよ。ただしボタン判定チップやアナログ判定チップは使わないでください。あくまで自立型 OKE で挑戦することが今回の課題の条件です。それでは設計を開始してください。終わりましたらミッションに進みましょう。それではもう一度今回の課題を確認。ミッション目標は自立型 OKE を使ってノーランダー1機とドローン2機を破壊することです。ノーランダーはロケット弾を搭載しています。格闘も脅威ですがロケット弾にも注意してください。ドローン2機の方は何もしてきませんけど、プログラムの組み方次第では磁気 OKE が正しく動かない原因となる可能性があります。そうなった場合はもう一度ソフトウェアを見直してみましょう。
プログラムが思い通りに動き、目標が正面にいる。ロケット弾に当たるとダメージが大きいですから、相手のノーランダーは回避行動を取りません。的確に攻め、
相手が3機になってもちゃんと行動できましたね。あちらばかり複数なのも不公平ですから、次回からはこちらもチームを組んでいきましょう。これまでは一機の OKE だけで戦ってきましたけど、これからはチームを組んでいきましょう。トップメニューにチーム編成を追加しました。早速移動してください。ここでチームの編成を行います。早速新しいチームを作ってみましょう。チーム選択を選んでください。機体の設計情報が OKE カードに記録されるように、チームの情報はチームカードと呼ばれるカードに記録されます。ここに並んでいるのがチームカードです。 OKE カードと同じようにいくつも作ることができます。この画面では編集するチームカードを選択します。どれか一つを選んで編集してみましょう。チームカードにはチームに登録されている OKE の情報が表示されています。それではこのチームに OKE を登録してみましょう。メンバー登録を選んでください。チームのメンバーとして最大3機までの OKE カードが登録できます。必ずしも3機別々の OKE カードである必要はありません。すべてに同じ OKE カードを選んでもいいですし、すでに他のチームに登録されている OKE カードも選ぶことができます。ただし操縦型の OKE カードは1チームあたり1機しか登録できません。同時に2機以上は操作できないですからね。またチームの初期配置であるフォーメーションも設定できます。現在のフォーメーションがどうなっているかは右上のマス目表示で確認可能です。フォーメーションを変更するときは OKE カードの上で三角ボタンを押しながら方向キーで移動してください。ミッションやバトルアリーナのメニューからもチーム選択をできるようにしました。これからの戦闘はチームでの出撃が基本になります。出撃、ところで味方が増えるのは頼もしいことですけど、今まで起きなかった問題が新たに発生することがあります。これまで設計してきたソフトウェアは周りに味方がいる可能性を考えていません。そのため移動時に仲間と、今後はこうしたか、もっともあまり気にしすぎると習うより慣れろですね。ということで今回からは相手の構成はアグリオスが3機、こちらも3機のチームを編成して応戦。OKE カードと同様に名前の入もう一度、課題、ミッション目標は相手チームの全滅。アグリオス3機で構成されていて、全機アサルトガンとロケットランチャーを装備しています。こちらも対抗できるボディや武装、チーム構成は3機すべ。チーム戦、味方への相手の攻撃、以上の点。
OKE の先頭は今みたいにチーム一対一では気にしなくて済んだのに、チーム敵が一機しかいない場合は期待た。ところがチーム戦になると前にも横にも敵がいるような、これを無差別に攻撃してしまうと攻撃対象が、そこで目標を、このチップはモーション、このロックオンを利用してターゲット位置判断チップはロックオン、このチップを使えば周りの敵に影響されずロックオンしている相手だけを追跡することができます。ロックオン対象の位置を調べてそれを基準に移動や攻撃を行うといいでしょう。ロックオンを利用したチップは他にもあります。ターゲット動作判断チップ、静止、移動、旋回などの動作が判断できるほか、被弾状態にあるかなども調べることができます。ターゲットロックチップ、ターゲット位置判断チップ、そしてターゲット動作判断チップ、これらのチップを使って敵との位置関係に左右されない信頼性の高いソフトウェアを作ってください。今回はセメタリーキーパー3機のチームと戦います。装備は3機とも同じで、カノン砲、ミサイルランチャー、そして機雷ディスペンサーを搭載しています。チーム内に操縦型を含めてもいいですけど、それでは機体のもう一度ミッション目標。相手チームはセメタリーキーパー3機、これらに対抗できるボディや武装を考え、チームメンバーのうち1機は操縦が、ロックオン機能、ターゲットロック、動作判断、相手のソフト、それでは自立型サンプルです。最も近くにいる敵を優先してロックオンします。射撃はガンサイ、今回の内容をしっかり、前回に続いて今回もまずターゲットからの位置判断チップは、つまり時期のいる、もしこちら反対に後ろにいたら、こうした位置関係をし、さて2つ目にご紹介、ターゲットまで射線障害、ただしショット、それでは対戦するのは新たなチップ、もう一度ミッションも、相手チームはバッドドリーム、対抗できそうな、ああ。
バッドドリームソフトウェアだ。そうですね、バッドドリームのような車両型は相手機体から。またそれで、長かったレクチャーもすでに終盤。お疲れ様でした、カイルさん。チームを組んでの課題ミッション大丈夫ですか？ああ、しかしさすがに慣れが必要だな。そうですね、複数の OKE を連携させようとなると大変ですし、でも習得のコツはこれまでと同じですよ。いつか言ったみたいに最終目標をしっかり定めて、そこにどうやって到達するかを考えるんです。ああさせたい、こうさせたいとか、変に小さな目標にこだわってちゃダメですよ。わかった、忘れないでおくよ。チリー、もう少し付き合ってくれないか。きちんと復習しておきたい。はい、いいですよ。今日はいつもより早く終わりましたから。まだ夕ご飯までには時間がありますし。今日は何がいいですか、カイルさん。リクエストってあります？もちろん台湾料理以外でも OK ですよ。あ、西洋料理はちょっと苦手ですけど。いや、何でもいいさ、作ってもらえるなら。そういうのって実は一番困るんですってば。そうか。これもプログラムと一緒です。目的がはっきりしていればいろいろ努力もできますけど、それがわからないと途方に暮れちゃいますよ。そうだな。ああ、その通りだ。こうしたらもっと美味しくなるかな、こうしたらもっと喜んでもらえるかな、とかいろいろ考えて作るんですけど、辛党か甘党かもわからないと、そもそもどっちを向いたらいいのかもわかりません。レシピ通りに作るのは確かに簡単ですけど、それだけじゃ自動調理器と同じで、わざわざ人間が作る意味はあんまりないですし。そういうものか。そういうものです。料理は愛情って言うでしょ。な、ああ、あ、いえ、これはその一般論で、その我が子を育てるように注意を払いなさいとか、そういう、その…分かってるよ。けれど本当に、特に食べたいものが思いつかないんだ。え、そうなんですか？私なんかいっぱいあるのにな。すまないが、夕食の献立を考えるのは少し後回しにできないか？実は射撃プログラムで少し行き詰まってるところがあるんだが。はい、わからないことがあればどんどん聞いてくださいね。いや、
何でもないよ。さあレクチャーを。どうしたんですか？カイルさん、ちょっと失礼します。すごい熱。カイルさん、具合悪かったんですか？平気だ、これくらい。レクチャーを続けよう。何言ってるんですか？そんなのできるわけないじゃないですか。微熱とかそういうレベルじゃないですよ、これ。どうして黙ってたんですか、カイルさん？パルティータ、パルティータ、ちょっと来て。はい、ここに。いかがいたしました、チーリン様？いかがも何も、パルティータはカイルさんの専属介護ドロイドでしょ。具合が悪いの気づかなかったの？カイル様の体温が平時より 0.7 度高いことは、私が今朝の時点で指摘させていただきました。え、じゃあ知ってて。カイル様は構うなとのご命令でしたので、私は生命維持に問題のあるレベルに達しない限りは命令に反することはできません。そうだ、これくらい少し熱っぽい程度だ。なんともない。そんなはずないです。緊急スキャンを行いました。カイル様の体温は現在平時より 1.6 度高く 38.2 度にまで上昇しております。それ十分病院に行くレベルですよ。水分はちゃんと取っている、問題ないさ。そういえば確かにカイルさん、今日はよく紅茶のおかわりを。それに食べたいものがないって、それ食欲が落ちてるからです。レクチャーだ、ジリー。まだ俺はやれる。休むのは後でもできるさ。無茶です。ダメですよカエルさん、無理したら悪化するばっかりです。実際今朝よりも熱が上がってるんでしょ。前にも注意しましたよね。どうして？チーリン様、カイル様はレクチャーを続けられることを望んでおられます。パルティータまでそんなこと。申し訳ありません、私はカイル様のご命令に逆らうことはできません。ですが、え、ドロイドの私にはできなくとも人間のチーリン様ならば可能です。パルティータ、カイル様のことよろしくお願いいたします。パルティータ、あなたは。分かったわパルティータ、私が何とかします。カイルさん、今日のレクチャーは終了です。復習は後日、追加データを送っておきますから、それを参考にしてください。でも今日はこのまま寝てください。いい？うわっ、おい。申し訳ございません、チーリン様。カイルさんの命令は病気のことについて構うなよね。はい。じゃあカイルさんの命令に反しない範囲内で私の命令を聞くことはできるよね？はい、もちろんです。まずそこの扉開いて、それからカイルさんの部屋の扉を開けておいて、あとは、あ、私喉が渇いたからお水と氷が欲しいな。了解しました。チーリー、おい、パルティータ、彼女を止めるんだ。それはできません、ご主人様。なんだと？チーリン様のパーソナルデータは警戒対象の登録から外されております。チーリン様のご命令に関しても可能な限り従うようにと、料理をお手伝いする際に設定されています。故にご主人様のご命令に反しない範囲内で、私はチーリン様のご命令に従う義務があり、またチーリン様の行動を阻害することもできません。所有者権限だ、シューチーリンの登録を変更しろ。特定個人に対する警戒レベルを変更する場合には12桁の暗証番号が必要です。なあ、もういい、チーリン、いいから戻るんだ。レクチャーを続けたい、チーリン。ダメですよカイルさん、困らせないでください。俺は雇い主だぞ、雇い主が構わずやれと言ってるんだ。だったら私は先生です。先生の言うことには従ってくださいよ。何も
泣かなくてもいいだろう。だって普段は先生と呼ぶななどと言っておいて、カエルさんが悪いんですよ。とにかく休んでください、カエルさん。パルティータ、寝室ってこっちだった？はい、扉をお開けします。こちらへどうぞ、チーリン様。ありがとう。さあカエルさん、横になって。負けたよ、わかった、はあはあ、パルティータ、カエルさんの体温は？現在 38.4 度です。熱が上がってる、無理するから。大丈夫だ、少し疲れが出ただけだろう。では氷と水を取ってまいります。お願いパルティータ。それと、私もなんだか熱っぽいから医療キットを持ってきてくれる？私のために。アイスジェルとか氷枕もあると嬉しいな。カエルさんのためじゃなくて私のためにね。あ、それからカエルさんの着替えを、私が欲しいの、カエルさんの服、シャツとか、もうそのパンツとか。はい、すぐに用意いたします。変態さんになってしまったよ、チリ。カエルさん、私そばにいますから、してほしいことがあったら言ってくださいね。もちろんレクチャー以外でですけど。迷惑を。こんなことまでアルバイトの君にさせて。何言ってるんですか、変な遠慮しないでくださいよ。寒いとか暑いとかないですか？大丈夫だ、熱で頭がぼーっとするくらいで。そうですか、とにかくゆっくり休んでください。もうすぐパルティータが氷枕を持ってきてくれますよ。あいつがあんな対応するとはな。え、パルティータのことですか？あんな風にこちらの命令を逆手にとって。パルティータはあなたを心配してるんですよ。だから一生懸命考えて、カイルさんの命令に背かない範囲であなたを助けようと思ったんです。そうか。お待たせいたしました。医療キットの解熱剤と抗生物質、それにアイスジェル、カエル様の肌着です。ありがとうパルティータ、あとは私に任せて。カエルさん、お薬飲めますか？ああ。はい、これもつけますね。どうですか、変に冷たすぎたりしません？いや、冷たくて心地いい。よかった、あとは着替え。あ、写真立てが、ごめんなさい。どうした、チリ？うっかり肘を引っ掛けちゃって、すぐ戻しておきますから。これ、その写真は？すみません、勝手に見るようなことしちゃって。でもこの子ちょっと私に似てるかななんて。そうだね、似ている、よく似ているよ、そっくりだ。え？正直初めて出会った時には、彼女が生きていて俺の前に現れてくれたんだって思った。そんなことあるはずがないのに。カイルさん？彼女は死んだ、俺の見ている前で。俺は何も。カイルさん、落ち着いて。俺は何もできなかったんだ。
寒いっていうあの子を抱きしめてやることすら、俺は僕は、カイルスさん、眠られたようです。薬の成分が効いたのだと思われます。あ、そうなの。カイル様の意識が途絶えた時点で、命令実行よりも健康管理が優先されることになります。専属の医療スタッフにもただいま緊急メールを出しました。30分もしないうちに駆けつけてくれるでしょう。チーリン様、ありがとうございました。あ、うん、でもパルティータも頑張ったね。恐縮です。この写真の子、死んだってカイルさん言ってたよね。目の前で死んで、抱きしめてあげることもできなかったって。チーリン様、その件に関しましては。うん、分かってる。答えることができないんでしょ。いいよ。はい、お帰りのお車を手配いたします、チーリン様。そうね、お医者様が来られるなら私がいてもね。分かった。邪魔になるといけないし帰ります。カイルさんが起きたらお大事にと伝えておいてね。かしこまりました。